こんにちは、こんにちは。30分だけ配信をしようと思います。イエイ。こんにちは、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 こんにちは。こんにちは、こんにちは。バカにしてるわけじゃないんですよ。こんにちは。楽しい。こんにちは。今日もバッチリメイクの日です。今日はね、いつもとちょっとメイクが違うんです。わかんないですよね。多分実物で見てもわかんないと思う。なんか使ってるメイク道具は一緒なんですけど、そう、でもなんて言うんだろう、メイクの塗り方とかを変えたって感じなので、多分実物で見てもわかりません。そう、色は一緒だから基本的に。そう、 そうなのです。イエイ。今日は頑張るためにメイクをしました。はい、そう、なんかを変えました。マスクは大きいんですけど、このね、耳のところを縛って調節しているので結構しっかりフィットしてます。ほら、すごいフィット。ララララランドセルは、はい、フィットちゃんでございます。こんにちは。今日は成人式が成人の日ということで、 AKB48 のメンバーは今日成人を、無事成人式を終えてお疲れ様です。本当に晴れてたみたいで、今年は。私たちの時は雨が降ってしまって、そう、それであれなんですよね、外でできなくて。そう、憧れだったんですけど、あの外の境内の前で写真を撮るの。そう、でも今年、あの去年はちょっと外でできなくて、まあ、なかなかね入れない中で、そうです。まあでも寒さはなかったですね、その分ずっと暖かかった。うん。寒さはなかったです。はい。で、ニコ生さんでワンセブンライブじゃなくて、
ニコ生さんでワンセブンライブってもう意味わからん。ニコ生さんでアフタートーク配信っていう形で配信をしてましたね。見ました、私は。なんか懐かしいなって思いながらそう、去年のことなんですけど懐かしいなって思いながら見てました。はい、懐かしい、すごく懐かしいですね。なんかなんて言うんだろう、そのスタッフさんから今日行われるってこととかを匂わせないでくださいって言われてそうなんですよ。そうなんか、まあ、こういうご時世だからさ、人が集まるのもあれじゃないですか。だから今日はあるけれども匂わせないでくださいって言われてでもめちゃめちゃ普通にそのもう今日成人式をね取り行うメンバーたちがなんかあの明日は早起きですとか成人式がありますとか言ってて、いや匂わせるんかいと思いましたね。まあ、私自身はねその当事者じゃないから、まあ、別に匂わせる匂わせない関係ないやと思ってたんですけど、でもかつなんかもうニコ生さんのなタイトルみたいなやつがなんかもうアフタートークみたいな、もうアフタートークってことはその前にやるってことやんけみたいな感じじゃないですかでももちろん AKB を最近知った方とかだったら分かんないかもしれないけど、結構昔から知ってるっていう方は絶対そんなんこの日にやるって思ってるやんと思いながら、まあ、私は当事者じゃないので何も言わず、はい特に別に匂わせる必要もないしそんな感じで、まああの福袋の特典のねあの方たちは多分知ってたと思うんですけど、はい匂わせない匂わせるも何もないよと思いながら見てましたね。そうですね、私の時はアフタートークはトムさんがやってくださったんですけど、もうトムさんとあのおりんちゃんの掛け合いが最高に面白すぎて、もうあそこの掛け合いがあったからこそなんか盛り上がったっていう感じですかね、本当にもう MC を選出した方に拍手を送りたいですはい、そうですね、あの去年で今年も茂木さんはすごい、もうみんなに何て言うんだろう、例えば本当になんか後ろのキラキラ可愛いとか、まあ、後ろから見えるじゃないですか。茂木さんは後ろから 見えてたんですけど、そのメンバーが前に行って振り袖を見せてる時に茂木さんの前に立ってたので、あの後ろから見えるじゃないですか。そしたら髪の毛に金箔がついてるメンバーに、あキラキラ可愛い、後ろにもついてるねとか言ってたりとか、そうなんかもう全部に触れて出してすごくあの素敵だなと思いました。白菜とレタスは未だに分かりません。いや分かるかも。え、白菜とレタスは分かんないや。白菜とキャベツは分かる、うん、だって料理しないし そうですね、またもうメンバーそれぞれが本当にそのメンバーらしい色だったんじゃないかなっていうのは思ってて、そうすごいそのメンバーらしい色だったなと改めて思いました、私は。はい、え誰なんか一番可愛いなと思ったのは山部あゆちゃんの振り袖なんですけど、あなんか一番こういうのが似合いたいなっていうか、なんか大人の女性だなと思ったのはクララちゃんので、でも私が着るってなったらなんか可愛いなと思ったのはあゆちゃんなんですけど、自分が着るってなったら誰だろうな、そうやっては考えてなかったな。
自分が着るっていうのは、あ、待って、ズッキーの今見た、ズッキーの可愛い、あ、セナタンの可愛かったです、めっちゃセナタンの可愛いと思いました。うん、なんか下尾くんはなんか旅館のおかみさんやってそうやっぱ白ってそういうイメージですよね。なんかひーちゃんもそうだなと思いましたね。なんか旅館のおかみさんとまではいかなくても、なんていうの、若おかみやってそう、なんか美しい、うん、あ、でもこうやって見たらズッキーの着たいな。でもまあ私赤なん、あ、でもいやセラパンのかな、ズッキーの赤はもうちょっと赤がいい私。でもか一番可愛いなって思ったのはあゆちゃんの振り袖です。そうで私っぽくないけど一番素敵な大人だなと思ったのはクララちゃん、クラマとミユちゃん、うん、ですかね。空の女も良かった、白と赤、紅白めっちゃめでたそう、うん、って思いました。まる、黄金のトライ世代ということで、ひななさんのネイルめっちゃ可愛い、まあ、ツイッターぜひ見てください、ひななさんの。スプレズレバーさんミラボル4つありがとうございます。歌いますね。トラックエローさんミラボル2つありがとうございます。6つ分こっち歌います。どこだ、何を歌ってたんだ私は一体、あれ何歌ってた、黒点か、どこまで歌ったっけ、トラックエローサミラボル、あれ待って言ったっけ、言ったか6個分言ってられないし、まるで私黒い天使、ああヒール脱いで歩く、誰も知らないもう一つの顔がある、私黒い天使、ああ夜の闇に落ちる、嘘だらけの恋、ねえ一人ぽっちにさせて、一人ぽっちなんだ、ぼっちじゃないんだまるでまるで私黒い天使、ああヒール脱いで歩く、誰も知らないもう一つの顔がある、ということで、サプライズレバーさん、トラックエローさん、ミラボルありがとうございます。そう急にこんにちはが増えたんだが急に今来た人が増えたんだが、ありがとう、こんにちは、ともゆきさん、ハートありがとうございます、キュネスありがとうございます。こんにちは増えすぎ今来たのかな。そう、今日メイクをした理由は、まあ、今成人式をねこうやって終えて、綺麗なね顔と
カミトで来るメンバーが多いじゃないですか。そうだからちょっとその中でなんかうんって顔なのは嫌だったので、その周りのメンバーのお顔にも負けないように。はい、メイうん髪はやってないんですけどメイクはしました。そうだってだってさ同じ鏡に映ってんのにさなんかうって顔嫌じゃん。だからマクウェクさんハートありがとうございます。990日ありがとうございます。もうあと10日。でも千日お祝いはまたねドボンのライブが終わってからしましょうね。ちょっとまだ瀬取りがねないっていう状態なので本当にまずそのドボンのライブをまずちょっと真面目に迎えられるのかっていう問題もあるんですけど、もう多分スタッフさんはきっとフレッシュコンサートが終わらないとエイトコンフレッシュコンが終わらないとやってくださらないと思うので10日間で仕上げるのやばくない？すごっ。こんなコンサート初めて。瀬取りも何も知らない2週間前やばいって。あ、TikTok あげよう。なんか今日1個あげたい TikTok があって、それは去年の成人式、あれ載せてないよね。去年私が成人の日を迎えた際に、あ、載せてるわ。あ、載せてたわ。ごめん、じゃあ何でもないです。載せてました。載せてないと思ってた。あ、載せてたので、じゃあ何でもないです。インスタに載せてないのか。インスタに載せてないんですね、すいません。すみちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう。マークンさんハートありがとう、キュンです、ありがとう。過去の橋本仕事しっかりしてます。なんかね迷ってるんですよね今。いやでもちゃんとちょっと待って、インスタに、え、どうしよう。今でもさ振り袖の写真をさ載せたらさ、なんか、え、お前も今年迎えたんかって思われそうだから、え、どうしよう、ちょっと迷ってる。パンダさんミラーボール2つありがとうございます。ネバーストップさんミラーボール1つありがとうございます。3つ分歌います。ちょっとみんなにこれ歌った後に相談。変わる私黒い天使、ああ夜の闇に落ちる嘘だらけの恋ねえ、一人ぼっちにさせて。もう一個分黒点終わった。もう一個なんだ黒点の後、愛しさ丸めて、愛しさ丸めてゴミ箱に捨てる、もう拾ったりはしない。ありがとうございます。みなまるありがとう。あ、ツイッターには載っけないんですけど、載せるとしたらインスタなんですけど、そうなんかね自分の元々のハリなんていうの、地元で着る、地元の成人式で着る予定だった振袖っていうんですかね、それをなんか前撮りの写真は多分載せたんですけど、載せたんですけど、でも普通の
前撮りじゃなくて普通に撮った写真ってあるじゃないですか。それを載せてないので、そう、この間こうやってこうやって見せてた。でもそれが桜と一緒なんですよ。だからワンチャン春に載せるのもありなのかなって今思い始めてて、そう、ワンちゃんね、そうなんですよって思ってる次第でございます。ただいま、え、これって桜ですか？分からん、これって何なんだろう。多分桜、ちょっとあんまり分かんないんですけど、多分桜です。どうしよう、か、それこそ私のやつの1年後だから3月の 21?とかに載せるか。3月の21にあったよね、うちらの成人式って。どっちかかなって思ってますね。じゃあ、まあ一旦今の白いやつを完結させましょう。まる。にゃこさんハートありがとうございます。そうですね、まだそれがまず完結、インスタのね、自分の話完結してないので、成人式の日を迎えた彼女に花束を、私に行く星を、星人生だった。まあでも分かる、なんか分かりますよ、あれですよね、なんか卒業式とか成人式の時にスーツ着て花束持って、あの全然知らないとか言ったらあれですけど、その同じその卒業式を一緒に迎えるわけじゃなくて別の人が帰ってきてっていう彼氏ですよね。私の高校はいなかったかな。と思うんですけど。一個下はいたらしいですよ。そう。一個下の後輩が、そうの、なんて言うんですか、そういう一個下の後輩のお友達がそういうのをされてたらしくて、それを見たって言ってました。へえーと思って、今時そんなあるんだねって何時代の人間が喋ってるんだろうそう思って聞いてました。女の子からしたら幸せどうなんですかね。え、絶対恥ずかしくない？え、どうなんだろう。え、なんかさ、東京とかはさ、わかりますよ。でもなんか、絶対恥ずかしいと思います。
ですかね。IKさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。え、それはどうなんですかねずっとどうなんですかねっていう女。でもなんか全然関係ないんですけど、関係はあるんですけど、私がよく見てる48さんっていう YouTuber さんの一人がこの間女子ん中学校を卒業したのか、今 JK なのかな、中学校の卒業の時にその一緒にやってらっしゃる方々が8人組なんですけど、他の7人がもう成人迎えらっしゃってたりとか迎えてらしたりとか、まあその方より上なんですね、結構年齢が、その中学生の子より。でなんかその7人がなんか本当に内緒で、まあ、お母さんには言ってたけど本当に内緒で来て、もちろんあれですよ、その学校に行ったっていうとちょっとおってなっちゃうからさすがにね、大人7人が来たら怖いでしょ中学生だから、まあちょっと離れた公園で卒業おめでとうってやってたのはなんかすごいって思いました。そうそうです。でもなんかそれを1対1でやられるとなんかちょっと気恥ずかしそううん、まあ、嬉しいんだろうけどね、きっと女の子は夢を見る生き物ですから嬉しいと思いますよ。はい、でもすごいですよね、中学生がそんな19、18、20とか22、3とかの人と一緒に YouTube をやって、すごいよね本当に。そう思いました。でも素敵だなと思って、はい。今内さんハートありがとうございます。今日のやつありがとうございます。さあということで半なので終わります。橋本終わるよ。1位サプライズレバーさんありがとうございます。2位パンダさんありがとうございます。3位トラック野郎アットゴリさんありがとうございます。4位ネバーストップアット推しの1番になるのではなく推しを1番にするさんありがとうございます。5位ともゆきさんありがとうございます。6位 YK アットマスクでも可愛いアット永遠の20歳レッスンがもう21なんだがありがとうございます。12位スミアット、過去の橋本グッズがエモすぎて部屋の片付け進まんあるあるだわ片付けしたいのになんか卒アルとか出てきて、はあ懐かしい、卒業文集とか出てきて、はあ懐かしいってなるやつね、あるある8位カーットピョンさんありがとうございます。9位顔文字では真ん中花の人ありがとうございます。10位にあこさんありがとうございます。11位マックミックさんありがとうございます。
12位マー君、あとピョンズ君さん、ありがとうございます。13位ミヤモイさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はででーんカズさんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。この後ピョンムービーの総集編を多分載せますので、どうしよう、今載せた方がいいか、もうちょっと、でももうちょっとしたら載せれるかわからなくなるんですよね。あーってんですか、レッスン時間的に。だから今でも後から載せた方が見てくれるかな、いろんな人。どうだろう、考えますということで、それではバイバイ。成人の、新成人の皆さん、改めておめでとうございます。私なんか自分らしく生きるって書いたのがとっても懐かしいなと感じた、今日のニコ生さんの配信でした。ということで、それではまたねー、バイバーイ。ありがとう、見てくれて。頑張りまーす、この後。